海と日本プロジェクト in 京都海のお仕事図鑑に今日はご参加いただきありがとうございます。海のお仕事図鑑とは、海に関連するお仕事体験を通じて子どもたちに海の恩恵や課題などを学んでもらい、海への理解を深めてもらうための取り組みです。小学校4年から6年の親子20名が参加し、実際に海と関わるお仕事を体験します。バスに乗り込み、お仕事現場に出発。今回子どもたちが向かったのは京都上下水道局鳥羽水環境保全センター。昭和14年に運転を開始した京都市最大の下水処理場です。全国有数の処理能力を有し、下流域の水質保全に大きな役割を果たしています。子どもたちはまず実際に体験するお仕事の内容について説明を受けました。皆さんはね、今日一日、上下水道局職員として任命します。で、私たちの仕事っていうのは、きれいな川とか、海とか、この水環境をこう守っていく上で大変重要な役割を、持っています。と同時に、すごく大きな責任があります。ですから皆さんも今日はお仕事をやっていただきますけども、こういった大きな責任があるんだということをこう分かってもらって認識してお仕事をしていただけたらと思います。それでは早速お仕事体験です。まず最初に活性汚泥について学びます。活性汚泥とは、私たちがしたうんちやおしっこを分解しきれいにしてくれる微生物たちのことです。上積みがちゃんときれいになってるかなと、微生物のお世話の一つですね。中でちょっと見てもらいますね。これ実は微生物です。これも僕たちがもうすごく大事にしている試験で、全く同じことをやってるんでね、見ていってくださいね。ここでは下水をきれいにしてくれる活性汚泥が元気に活動しているかを顕微鏡で調査していきます。子どもたちも顕微鏡を覗き微生物を探しました。あ、動いてる。これはpHという水素イオン濃度を測定する検査です。その他にもきれいに見える水の汚れの検査や、リンと呼ばれる生き物が生きるために必要な物質が多すぎないかなどを体験を通し学びました。この仕事すごく大事な、大切な仕事です。責任を持ってやってくださいって言いました。で、皆さん本当に真剣に一生懸命取り組んで、しかも興味を持ってね、楽しく取り組んでくれました。見てしたらすごく伝わってきまして、我々本当に嬉しかったです。どうもありがとうございました。お仕事体験が終わり、子どもたちに修了証が授与されました。汚い水やったら色が変化したり、きれいな水も変化することが分かりました。いろいろな実験をして、いろんなことが分かると思うので、さまざまなお仕事体験を通じて子どもたちは多くのことを学んだようです。
海と日本。